こんばんは。今日はですね、音を後から入れてます。どんな風になるかちょっと試してみます。今日ですね、ご紹介する、御朱印帳はですね、こちらなんですけれども、これはですね、神社でいただいたものではなくて、壱岐市観光連盟の、御朱印帳、壱岐の島の中、長崎県の壱岐の島の中でしか買えない御朱印帳になります。観光連盟のですね、いくつかある、港とか、にあるですね、観光連盟の、販売所とか、そこで買えるようになっております。こちらは郷の浦のフェリーターミナルで買ったものですね。で、御朱印は、雨の棚川神社、壱岐一の宮の神社ですね、こちらをいただいたもの、それから、月読み神社、国方主神社等の、壱岐で、いただいた御朱印を、こちらの御朱印帳にいただいております。これ以外でいただいたところもあるんですけれど、書いていただくことができなくて、紙でいただいたものを別な御朱印帳に貼っているところもあるので、全部で十何社だったかな、12、3社ぐらい確か回ったんじゃないかと思います。壱岐市内、そんなに大きくない離島ですけれど、ものすごい数の神社、もう神社の密集度がすごいですね。レンタカーで行きましたけれど、走ってる途中で、両側の山道の中に、左にも右にも神社が見えてくるような感じでですね、もう興奮しますね。当然御朱印がないところも多いんですけれど、そもそも宮司さんがその常駐されてなかったりとかするとですね、その御朱印がないところも含めて、見どころが非常に多い、原ほげ地蔵とか、そういうところもありますけれど、今回で行けなかったところもたくさんあるので、もう一回行きたいと思っているところですね。今これ紐をつけてる、この紐までセットです。あと7秒しかないので終わり。また今度。